前回までのその夜の鳥は、奥に何かいる。なんだ、何かいるぞ。石落っこってきてんじゃん。何かよくわからない声が入ったが、その真相がよくわからない。なのでそのまま今回は停電をします。はい、今から停電入って1個目のライトの下に置きます。めっちゃ静か、めっちゃ静か。急吹き上げトンネルの停電始めます。鳥は車まで、戻って待機してます。なんか映ってくれよ。センちゃん行くぞ。
よいしょ。ちょうど20分ぐらいだね。はい、停電終了します。はい、ということでね、どうだったですかね。まだ確認しないんであれですけど、わかんないですけど、実際なの、結構あの有名な場所だっても来てみると、まあそうでもないっていうところは結構多いんでね。でもまあアトラクションとしては面白いのかな、ね、でもう梅雨に入っちゃうとね、今どうしようもないんで、梅雨の時の間、どういう撮り方しようかなって今ね結構悩んでる部分があって、楽しめてなおかつ安全に、安全でもないか山の中入っちゃったらにね、楽しめればね、いいような撮り方ができればと思います。はい、また次の動画で。帰るぞせんちゃん、お疲れ様です。もうね、あのあっちの入り口で人が待ってるの、ちょっと急がなくっちゃ。お疲れ様です。と、まあこんな感じで終わった超有名心霊スポット、旧吹上トンネル。前編に入った声が何なのかもわからず、後編に至っては見てすらもいない鳥。それはリスナーさん各々の目で確かめてもらいたいがため、何か起こった場合はご報告をいただきたいです。鳥は次の心霊スポットへ向かう。